通寺市観音寺市中田土郡など香川県西部部の大部分に電波を発射しているこの項目では、南市町対策として同書に設置されている、琴平中継局についても述べる。この中継局の電波法に定める放送区域は、香川県全通寺市及び琴平町の全域並びに、丸亀市、境出市、観音寺市、三豊市、宇多津町、綾川町、 門津町、万能町、岡山県倉敷市、玉野市及び、笠岡市の各一部、約13万8000世帯である。香川県内の中継局として、高松に、親局がある NHK は、首位、岡山に、親局がある民放は、高松に次ぐ、第二の機関中継局であり、香川県第、第二、第三の都市である、丸亀市と三豊市の双方をカバーしている。また、 中継局が位置する、大麻山は大規模平野の丸亀平野と三豊平野を隔てるように位置し、標高も616.3メートルと、香川県最高所に位置することもあって、放送区域の面積は、香川県における、機関局、高松局より広範囲で、香川県の面積の半分近くをカバーしている。デジタル放送では、アナログ放送と比べて出力が事実上限力。 されているが、放送局としては、法令で定める放送区域は、アナログ放送と対さないとする立場である。特に、アナログ放送時代は、本来香川県内放送局の放送対象区域で、ない愛媛県及び、徳島県でも、受信世帯が相当数あった。2006年に、デジタル放送開始に合わせて行われた、現行アナログチャンネルの移行、いわゆる、 穴穴変換のこの中継局での実施時には、徳島県伊川町及び池田町の各一部でも、公的な受診対策が行われており、この時、対策区域から外れた愛媛県の東予地域でも、旧チャンネルの低波に伴って、愛媛地域受診対策センターに、苦情や問い合わせが殺到した。放送対象区域内である、香川県内及び、岡山県内において、 地形的自由から、本来の送信書の電波が減衰もしくは、混信していて、受信困難な地域は、保管派として、この中継局を受信する世帯がある。穴穴変換時は、前田さんの放送区域内である、高松平野の全域や島所部である直島町や、都の省庁までもが直接の受信対策の区域内となったほか、同じく、金鉱山の放送区域内である、 岡山県倉敷市水島地区や浅口市周辺も対策区域となっており、周辺ミニサテライト局と並ぶ保管派として西さぬき中継局を受信する世帯が広く存在する。そして高松平野の南端にあたる高松市香川町、川東地区、綾川町千引き、道町山田地区周辺は前田さんの放送区域内であるが、 デジタル放送ではフェージングによる渾身が発生し、RNC 西日本放送及び TSC テレビ瀬戸内が南市町となっているため、西さぬき中継局内に南市町対策の補完派として、ことひら中継局が2014年9月下旬に新設され、これら東方向に電波を発射している。デジタル放送開始以来、NHK 高松は総合。 教育ともに渾身対策として、西方向への出力を抑制していたが、三戸吉竹馬町及び美野町地区143世帯における受信改善を目的として2011年12月に送信抑制が解除された。これにより、民放より大幅に低かった実行放射電力は、共通710ワットから総合830ワット。 教育850ワットに増力されている。この中継局もデジタル放送開始に合わせて、全国的に行われた現行アナログチャンネルの移行、いわゆるアナアナ変換の対象となり、2005年6月1日より対策を開始、2006年5月10日14時からは、停波予定の全チャンネルで、通常の放送を終了して、文字情報、固定スーパーインポーズへ切り替えられ、 2006年5月31日には、旧チャンネルを停下し、新チャンネルに移行した。対象となった、アナログチャンネルは、KSB 瀬戸内海放送を除く、全民放、TSC テレビ瀬戸内、RSK 山陽放送、RNC 西日本放送、OK 岡山放送である。対策世帯は、香川県丸亀市、全通寺市、観音寺市、両南町、 宇多津町、万能町、琴平町、田度津町、高瀬町、山本町、美濃町、豊中町、田熊町、仁尾町、豊浜町、埼玉町、江南町、高松市、堺出市、佐抜市、綾上町、国分寺町、中南町、琴波町、大野原町、香川町、塩野上町、直島町、池田町、戸野町町、 三木町、群れ町、岡山県寄島町、笠岡市、倉敷市、玉野市、鴨形町、金光町、里藤省町、船尾町、徳島県三河町、池田町の各一部、約19万7000世帯。停波した旧アナログチャンネルのうち 16CH と 22CH は、境出西中継局と水島中継局で、 それぞれ KSB 瀬戸内海放送と RSK 山陽放送の穴穴変換後の新アナログチャンネルとして使用され、そのうち 16CH は境で東、国分寺、綾上など各中継局で OK、岡山放送のデジタルチャンネルとしても使用されている。その他の 18CH はこの中継局や岡山局、高松局など各送信書で TSC テレビ瀬戸内のデジタルチャンネルとして 20CH は岡山局で RNC 西日本放送のデジタルチャンネルとして使用されている。通常、親局や受信世帯の多い期間中継局は穴々変換の対象とはならず据え置かれることが多いが、この西佐抜中継局では受信世帯が約20万世帯で非常に 大規模なのにもかかわらず今回穴ナ変換の対象となり個別訪問によるチャンネル変更も丸1年をかけての大規模な対策となった。実際の低波告知の再現画像なお低波20日前から切り替えられた文字情報固定スーパーインポーズはブルーバックにご覧のチャンネルは周波数変更対策のためチャンネルに変更されました。至急 受信対策センターへお問い合わせくださいというものだった。チャンネル移行によって対象全局は使用するチャンネル帯が UHF ローチャンネル帯から一気に UHF ハイチャンネル帯となった。林県の愛媛県では区域外にもかかわらずこの中継局を受信している世帯が多数存在したがこれら新チャンネルが受信不可能になるなどした苦情や問い合わせが 愛媛地域受信対策センターに殺到し、その数は、9チャンネル停波から6時間後の5月10日に10時までに、通常1日の23倍である、約3500件にも及んだ。地上デジタル放送はこの地区の基幹局近鉱山、及び前田山から2006年12月1日に、開始されていたため、丸亀川では、すでに、それらの壺根から受信できた地域が多い。 西さぬ中継局は、香川県では前田山送信所に次いで2番目のデジタル化である。デジタル化にあたり2007年5月31日付で、各放送事業者に予備免許が交付され、6月中旬までには各社主権放送を開始した。当初は8月1日の本放送開始を予定していたが、実際は予定を。 半月以上前倒しし7月12日には本放送を開始することができた。通常、放送区域に大きな変更がない限りデジタル放送の出力はアナログ放送 UHF 帯の10分の1であり、西サヌキの場合アナログと同等の放送区域を確保するためには、現行アナログ放送の出力3ットの10分の1である 300W が必要であるが、 実際の西さぬきのデジタル出力は100ワットであり、事実上の原力となった。しかし、デジタル化後も愛媛県東予地方で、海に面しているところでは、受信ができるところが多い。左から NHK4 局共用と、KSB 西さぬき中継局は、香川県水戸市の大麻山山頂に位置しており、周辺は、 瀬戸内海国立公園像倒産園地として整備されているため、中継局付近は比較的開けている。また、山頂付近は南北に細長く、それに沿って NTT ドコモの無線局や県の中継所などがあり、鉄塔が林立しているが、そのうちテレビ放送で使用されるのは3塔である。北から順に KS、KSB1 棟 NHK1 棟 RNCRSKOKTSC、OK、教養1等で、教養等のみ昼間障害標識として等が赤白で塗り分けられている。デジタル放送アナログ放送。ありがとうございます。